本です。仙台の最高気温は日中20度までしか上がらない予想です。週間予報、名古屋から那覇です。水曜日も雨が降るところが多いでしょう。札幌から東京です。北陸や関東、曇りや雨の梅雨空が続く見通しです。今、災害が起きていない地域でも油断はしないでください。気象情報でした。関係者によりますと、高松市役所に勤める30代の男性職員が今日、新型コロナウイルスに感染していることが確認されたということです。この職員は記録的な豪雨に対応するため熊本県へ派遣されていたということです。香川県はこの後午後9時から詳しい状況について発表することにしています。それでは今日はこれで失礼します。家族に乾杯。